スーパーアーレジン工業は東京都稲城市に本社を置く繊維強化プラスチックの製造企業である。1957年に東京都渋谷区で設立されガラス繊維強化プラスチックを用いた製品の製造を手掛け、1970年の日本万国博覧会で岡本太郎の依頼により太陽の東中央の顔パーツを製作した。1980年初頭より、 炭素繊維強化プラスチックの製造を手掛け、最近は小惑星探査衛星、はやぶさの燃料体育用支柱を製作し、2010年に表彰を受けた。火星探査などを念頭に置いた探査機の防熱材料試験用アブレータに、同社製の CFRP 素材が利用されている。2008年にエンジニアリングプラスチックなどの機能性、材料メーカーであるイズ・ T グループの子会社となる。 CFRP メーカーとして初めて中国に生産拠点を作り2012年2月から稼働予定と科学工業日報が報じた2015年11月に研究開発型ベンチャー企業セブンドリーマーズラボラトリーズ株式会社の子会社となる令和元年8月7日付にてスーパーアレジン工業株式会社の全株式が JPH 株式会社へ正式上とされた。ありがとうございます。